ですよ。割り当ててなかったじゃないか。次男の年ですから。今日の方は、
2割増しでお受けいたしますから、ね、拍手してもらったと今よろしくどうぞ。そうそうそう、はい、次は、サークルゲーム、ジョニー・ミッチェルが書いて、レコーディングしたのはあ、イニアンとシビエが一番早い、で、その後、まあ、アグネシアがね、台湾でデビュー曲をやったりっていうような曲です。はい、さっき神谷さん描いてくれてましたよね。で、自分だけその絵を見れてないんですよね。すごい見たいなって思って、もう後ろでずっと、あ、それありがとうございます。すごい寂しくて一人で本当になんか
がとうございます、シンガーソングライターのつとむです。よろしくお願いします。じゃあつとむくんを迎えてね、CC ライダー、これプレスリーです、まあ、昔のブルースの曲なんですけど、イアンとシリビアが歌ってるやつに、さらにちょっとギター1本、強化して、勢いよくやってみたいと思います。聴いてください。
ワードさん、ハンマダン今度は、ブルーズになる曲をちょっとね。ハンマダン、知ってる？そうそうそう、なんだっけ、前の曲ですね、手拍子いただいて本当にありがとうございます。今度はあのジャズィーな曲ですから、よろしければ指パッチンとしながらいただくといい感じになるかなと思います。何ていう曲ですか？浜田の息子だった。犬でも言えもないベースはめっちゃめちゃうまかった。ベースのあの、なんか、いやいや、やるから入れてくださいよ。サブナウンドで、こう、何で、どうするのかなって、やってくれるから。Play one more.
リスナー投票による、ランキングがありまして、今週トップ20から1位までが放送されるんですね。あ、今日ですね、24時で、先週40位から21位まで、放送されて、その中に入ってなかったということは今日放送されるということで、果たして何位になったか、ちょっと楽しみに個人的にしてるんです。で、肉声ですかね、ちょっとカットされてなかったら自分の、そのインタビューの声もですね入ってるので、あのぜひ、聞いてみてください。で、今日はもちろん、聞けないって方はですね、1週間、アーカイブが、はい、ネット上で聞けるんですよ。で、Google で僕ストーム TSUTOMU って打ったらですね、あのホームページに飛んでいく行きます。そこで、あのもうホームページ行ったらすぐ再生ボタンがあるので、そこでぜひチェックしてみてください。放送局で J-WAVE ミュージックハイパーマーケットというのがございます。よろしくお願いします。では、お待たせしました。リアン・キリ・コンタローファンの方です。ソロのコーナー、2個いったところから1人で来たりとか、そういう緊張感だけが、さっきのね、トム君の情報は、
このフライヤーの、QR コード入ってますけど、ところに、Facebook のアプリのページがあります。でこちらの方に僕の方で上げときますので、そこからリンクして聞いてもらえれば、1週間聞けるっていうことなので、ぜひ聞いてみてください。よろしくお願いいたします。さあ、今回ね、5周年ということで、まあ1曲ずつぐらいは何かやろうよということで、とりあえず新しく覚えようかと。曲が古いですけど、イアンとシルビアって比較的明るい曲が多いので、ちょっとそういうのとは違う曲をやってみようかなとは言いつつ、カナダの、シンガーソングライター、ゴードライトフッド、トムトムス人がやってた、アフェオン・エイス・アフェオンという、ちょっとまあ別れの歌、まあ、彼女いなくなっちゃった彼女の残り香が、通りを歌って、それを歌ってね、歌うとなんか別れちゃった彼女と思い出しちゃう曲なんですけど、ちょっとそういった感じのものを。The perfume that she wore was from some little store on the downside of town, and it lingered on long after she gone. I remember it well, and she showed me her treasure of paper and tin. We played a game only she could win. How long flowing hair came softly and down, and it lay all around. And she brushed it down as I stood by her side in the warmth of her love. Then her fingers entwined like ribbons of light. We came through a doorway somewhere in the night, and she told me a riddle I never forget, then left with you the answer I never found yet. How long, says she, can a moment like this belong to someone? But long, but it like when to live or to die, we must almost be born. So if you should ask me what secret I hide, I'm only your lover, don't make me decide. The perfume that she wore was from some little store on the downside of town, and it lingered on long after she gone. I remember it well, and she showed me her treasure of paper and tin. We played the game only she could win.
まあ、このグループがカナダでね、カバーしてます。クリポンはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、日本のフォークなどの造形が深くて、いろんなものをたくさんします。機会を聞いていただきたいと思います。それとここで引き出したらするのが悪い癖なんですよ。引かないですよ、今日引かないですよ。22歳の方で、イントロだけちょっとだけ言ってみるから。ちょっと言ってみるから。違うじゃないですか。トライするとこは偉いでしょ。でもね。人をいじめてるとね、じゅんさんの、次は、ベースソロが入ってる曲なんでね、ちょっと注目してもらおうかなと。大注目です。ちょっと待って。ラリーモーニングウェイトをやらせていただきます。同じく。
今回唯一の新曲がありまして、それがですね、初めてフランス語の曲に挑戦ということでやってみました。フランス語ですね、30年ぶりぐらいフランス語がメロディーに乗ってるものを歌ってみました。実は僕はね、大学の時の、1年の時の第二外国語っていうのがフランス語だったんですけど、全く役に立ってないですね。何にも覚えてないし、ただ唯一ね、テキストの1ページ目と2ページ目だからよく覚えてるんですよ、ね、何かっていうとね、実はフランス語の歌って30年ぶりに新しい曲を覚えたんですけど、18のね、まだ裏若い頃の、大学のキャンパスで第二外国語のテキストを開けて見て、フランス語で覚えてたのってなんか、エスカルゴってフランス語だよねみたいな感じでね、覚えてたんですね。で、それでテキストを見てから1ページ目でも2ページ目なんかね、頭の中でメロディーとフランス語が一緒になっちゃったデンデンムシムシエスカルゴボンジュメシュメシボンクプレビアシボフレスルサンパエデュアンザソルボンヌ。テキストに出てみたりしたら、こんにちはごきげんようっていうただの会話です。で、最後になぜか私はソルモンヌ大学の学生ではありませんっていうんで、片付つむり2匹がすれ違って、私はフルモンガイの学生じゃないのよってすれ違った別れの歌でした、フランス語の新曲をお届けいたしましたこれじゃないの、これじゃないの、これじゃないの、まだあんの、はい、今のフリか、そうですね、いや今、はい、でそこからですね、31年が経ちまして、久々にフランス語追放されたカナダ人というギャンブルの曲です、カナダはね、英語圏とフランス語圏で、まあ、対立もあったといったこともあったんですけど、両方とも公用語になっているというところで、そういった曲もあるというのが、まあ、ギャンブルの面白いところかなと思います、はい、ではカナディアメンテナCanadian Nero
Bani desse foyer Pacure ton plon De pays étranger Pacure ton plon De pays étranger メルシー僕エスカルゴ話しごといえば昨日の夜だったか一昨日だったかな BSTBS で放送してた Song to Soul というね1曲を1時間取り上げて曲の成り立ちとか歌ってる人のインタビューとかで作る番組があるんですけど前回が男と女だったんですよフランシス・レイのシャバダバダですね。あれでまだ面白いのはフランシス・レイももちろんまだ存命ですしクロード・ルージュ映画を撮った監督も生きてますし歌を歌った2人もまだピンピンしてるんで珍しいんですね番組で生きてる人が全部っていうのは人によると死んじゃったりとかいなくなっちゃったりした人のグループのインタビューでね残った人があいつは本当はいいやつだったとかおよそ800言う番組があります前回は非常にまだ現役で活躍してらっしゃるフランスの方々の話を聞いてすごく面白かったですね、お時間があったら BSTBS を見てくださいなんで笑い声が起こるのかできれば今日の夜ですよね明日日曜日の朝、今日いくら飲んだくれても明日の朝9時半ぐらいに起きるでしょうからBSTBS を見ていただきますと新日本歩く道聞こうという30分番組があるんですよどっかで聞いた声が出てくるんですけどそれを明日の朝9時半から BSTBS 見てほしいなと思うとありがとうございます明日金曜日ですけど失礼いたしました私もサラリーマン生活毎日が日曜日なんですけどそれが日曜日の朝ね月曜日の夜になりますと吉田類の酒場放浪記っていう番組がありますよね私も好きでよく見るんですよね今度小岩の居酒屋行こうと思いながらでそれ酒場放浪記が終わった後チャンネルをそのままにしてますと日本歴史鑑定っていう番組が始まるんですよね同じ BSTBS でそこでもどっかで聞いた声が出てくるんですよねこういう喋り方すると私後輩にはものすごい勢いで怒るんですけどいや知ったこっちゃね、フリーで今喋る仕事をその2本だけ番組やっておりますから日曜日の朝9時半と月曜日の夜10時1つ BSTBS でナレーター鈴木純もよろしくお願いします。お仕事お待ちしております。コマーシャルのもう一つありました。もう一つ流れてるのがこれは地上波です。地上のデジタル地上デジタルで6チャンネルですね。厨房ですよというあります。厨房ですよという番組もこれはよく聞いてていただかないと分かんないんですけど番組提供クレジットというのが番組の頭と終わりに出るこれもどっかで聞いた声で念のためにちょっとだけ覚えて帰っていただきたいと思います水と生きるサントリーの提供でお送りします今のところだけちょっとお金の取れる声を出してみましたその他会社のイベント結婚式何でもお仕事お待ちしておりますので、ルー&クリポンを通じてお申し込みいただける格安でお引き受けしたいと思いますのでしゃべれるかける何でもいけますんでねミュージシャンも当然のながら、ことながら、これも込みかいということで、次はですね「Song for Canada」という曲です、これもねカナダがあってフランス語圏英語圏その対立もあったりとかそういったものを歌った、歌になります。はい。How come we can't talk to each other anymore? Why can't you see I'm changing too?
How come you shut me up as if I wasn't there? What's this new bitterness you found? まで行って、このワインをこう調達してくださいまして、それは後でみんなで、バンドのみんなでお祝いして飲む。ちゃんとこの昨年もこのプレゼント大会だったので、それを見てて知って出したので、それでこれをぜひ景品に使ってくださいということで、ワイン、これがですね、山梨北斗のにあるビンテージファームの赤ワイン、シシクルージュというね、それとおまけに八ヶ岳のオールルージュの青いトマトのジャムのセット、これが生徒さん、高原さんいらっしゃいます。高原さん、ありがとうございます。
頑張って死なないようにしなきゃ。ではその当たった方におめでとうございます。おめでとうございます。だから10年ぐらい前に部下だった、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、最後一応あのイアンとシルビアというのが、これもね、あのカナダってやっぱり国土が広いんで、あの季節労働者が多くて、季節、まあ、北部でコーンを作って、こっちでかぼちゃを作って、まあ、あの当たってるかもしれないけど、こう動きながら、行くんですね。それと一緒に、まあ、男女の出会いがあり、別れがありっていうのを、歌いました。大好きしてるんですけどね。もうこれ
がなくなったらどうしようと思って、やるとしたら、ね、本当にこれが命の喜びといいますか、生きる喜びでございます。ありがとうございます。やらせていただきます。そうそう、みんな大人になって、みんな仕込みはやめようとか思うんですけど、やめられないんですよね、これがね。はい、楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後だからメンバー紹介をいただきましょうかね。手段を全くしてないんでしましょうね。上がってるって言ってたよ、全然忘れてない。あとほらブローチの話とかいろいろしましたけど、あるじゃん、みんな忘れてるじゃん。あ、ね、今日はなぜかね、このメープルのね、ブローチをつけてる。なんとなく年齢順になってまして、若いところは緑。緑ね。緑。僕はね、なぜか赤くなっちゃうんですよ。ルーさんはサバ読んで緑を。ね、これは茶色くなってる。枯れてるんですけど。シルバーとりあえずついてるだけいいっていうことで。オーヘンリーの最後の人じゃないんだからやめてくださいよ。お願いしますよ。もう一つ、反対側のもう一つ、さらにちっちゃいメープルの葉っぱも今日は二段構えでございます。二段構え、カナダ、カナダ感を出したいなと思って。あと、そう、会場から質問が来てたのは、今日のコースターやなんかはどういうところで製造したんですか。うちもやりたいんですけど。神谷さんにお答えいただけると。これも全部、じゃあ作る方も神谷さんでイラストレーターで切りに行ってるところの写真を送らせて。そうなんだ。いいことはね、これやってんだね。じゃあ最後メンバー紹介。メンバー紹介。あ、メンバー、ハンガションのヒロちゃん、こちらはピッターの新人ソングライターであります。そして、リードギターを担当してくれましたつとむくんです。シンガーソングライターです。そして、ベースのジュン鈴木さんです。シンガーソングアナウンサーです。はい、そして、こちらがですね、ギター教室の先生である、ルーさん、ルーちゃん。イアン・クリ・ポンタロウです。メールアドレスがポンタロウに変えないといけない。ビックリポン、さっきビックリポンって書いた新聞の切り抜きをわざわざスマートフォンに入れて見せてくださった方がいます。ビックリポンって書いてあるのをクリポンだけ拡大して見せていただいた方がいたんです。新聞沙汰になってるよみたいな。はい、では最後、にぎやかな曲を にぎやかにちょっと You are on my way。
どんなサクソン取ってた2人ウェイファーさんなんで、あのパッチはしなくていいんで、このマイクだけベーサーのまんま使います。